カドレス、ドジャース、10日、日本時間11日、ペトコパークドジャース、大谷翔平投手、29、が2番 DH でスタメン出場。第1打席はブーイングが入り混じる中、空振り三振に倒れた、1回1死右腕キングと対戦、初球のチェンジアップを空振り、2球目はボール、3球目はストライクで追い込まれ、ツーシームにバットが空を切った。 パドレスの本拠地サンディエゴは、ロサンゼルスから車で2時間ほどの距離で、ドジャースファンも数多く訪れた。